パナソニックビューティー。さらにハイパワー、叶えるのは刺激レスな新冷却フラッシュ。光のムダ毛ケアはパナソニックスムースエピ。さらなる低刺激を追求するためにサファイアクリスタルを採用したスキンプロテクト冷却を新搭載。肌を冷却しながら光を照射するから冷却しない従来品に比べ熱による肌への刺激を抑制。さらに肌刺激カットフィルターも搭載。刺激レスを徹底的に追求することでさらに高出力化を実現しました。太い毛や男性のヒゲもパワフルにケア。スピード照射モード搭載で時短ケアも可能。充実のアタッチメントでお顔も VIO も全身のムダ毛をご自宅で思う存分ケアできます。シェーバーでムダ毛をプレシェーブしてください。化粧水やクリームなどは塗らずに素肌に使用します。使用したいアタッチメントを取り付け、コントローラーに電源コードを接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。電源をオン。取り付けたアタッチメントは自動で判別されます。照射面を肌に垂直に当て、コントローラーのおすすめレベルを確認してください。肌の色に応じたおすすめレベルが点灯します。レベルモードスイッチを押し、出力レベル、照射モードを選択します。押すたびにレベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5、ハイパワー照射モード、スピード照射モードの順で切り替わります。希望の出力レベル、照射モードを選択してください。選択後、照射と冷却の準備が完了したら、隣ランプが点滅から点灯に変わります。タッチ照射方式だから、照射面を肌に垂直に当てるだけで発光。スキンセンサーが浮かないように肌に当てるのがポイントです。発光の後は照射面を肌から離して待ち、コントローラーが点滅から点灯に変わったら再び肌に当てて照射します。隙間なく一方向へムラなく照射してください。使い続けるほどムダ毛は目立ちにくく、お手入れ頻度も減らせます。お手入れタイミングのお知らせや家族やパートナーのケア頻度も一括管理。スムースエピアプリでムダ毛ケアをサポート。電源スイッチを押して電源を切るとファンが約1分作動します。その後ファンが停止していることを確認して、電源プラグをコンセントから抜き、本体から電源コードを取り外します。専用のポーチに入れて保管してください。アタッチメントの汚れが気になるときは、少量の水で湿らせた布を固く絞り、肌に触れる面のみを拭いてください。水拭きの後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。アタッチメントを取り外した本体はスキンセンサー、発光面、吸排気口を乾いた布で拭いてください。さらにハイパワー、叶えるのは刺激レスな新冷却フラッシュ。全身のムダ毛ケアをセルフでご自宅で思う存分にケア。光のムダ毛ケアはパナソニックスムースエピ。パナソニック